福島市出身の偉大な作曲家古関裕而さん、その妻豊橋市出身の金子さん。豊橋市は福島市と連携して NHK 朝ドラ誘致に取り組んでいます。こんにちは、教育政策課の後藤です。6月も半ばになり、雨の日が多くなってきましたね。それでは初めに、町中図書館キックオフイベント in 雨の日商店街の様子をご覧ください。6月11日日曜日、水上ビルの大宝商店街で町中図書館キックオフイベント in 雨の日商店街が開催されました。豊橋では、現在ですね、駅前にすぐこの近くなんですが、松坂図書館の整備を、予定しております。で、従来の図書館はですね、人が来る本を借りるというものだったんですけど、やはりこれからの図書館は場としての機能を大事にしていきたいと、人が来るだけじゃなくて人が集うというものにしていきたい。でなおかつ、図書館の中だけじゃなくて社会と町と人との関係性を大事にしていきたいと。でそのためにこういった商店街なんかにでも本がある、本があることによって人が集まる、集まることによって交流が深まる、そんな街を目指していきたいなというふうな考えで、今回こういう本のある街と町中図書館というイベントを開催しました。イベントの第1部ではブックカフェ6次元店主中村邦夫さんのトークライブが行われました。中村さんは電話ボックスを図書スペースにするなど、全国で取り組まれている本を使った町おこしの事例を紹介するほか、豊橋での本のある町の作り方について大宝商店街代表の黒野さんや、ほの国豊橋芸術劇場プラット芸術文化プロデューサーの伊萩さんを交えて楽しいトークを繰り広げました。会場には中村さんの話を聞こうとおよそ80人が集まり、真剣に話を聞いていました。思ったよりすごくたくさん人がいて、豊橋に本に興味がある人はこんなにたくさんいるということを実感できてとても良かったです。また午後には第2部として小説執筆ワークショップが行われました。抽選で選ばれた15人が参加したこのイベントは、中村邦夫さんが講師となり、水上ビルを舞台とした小説を執筆するものです。参加者は初めに中村さんと水上ビルを歩き、どの店を題材にするか、どんな話にするかなど見て考え、小説を執筆する際のキーワードを探していました。豊橋は町そのものが本みたいなところなんですよね。だからその町の価値をもっとみんなに理解してもらって、町全体が本当はもう図書館なんだってことをなんか知ってもらえたらいいかなと思いました。特にね、この水上ビルはもう来るだけで物語の中に入ったような錯覚になるというね、すごく魅力的な町なので、ここのなんか水上ビルっていうことがこう価値のある場所だっていうことが気づいてもらえたら嬉しいかなと思ってます。町の中にどこに行っても本があって、本のある町として豊橋が有名になったらいいかなと思うんですよね。世界中で今本を使った町づくりっていうのが今盛んになってますけど、日本の代表する本の町になったら面白いかなと思ってます。本を通じてコミュニケーションの輪が広がりますね。続いては室地区市民館で行われた家庭教育セミナー、お父さんありがとうの様子です。父の日を前にした6月11日日曜日、豊橋市室地区市民館では料理を親子で一緒に作ることで日頃のお父さんへのありがとうの気持ちを伝える親子料理教室が開かれ、4組合わせて8人が参加しました。室地区市民館では家庭教育セミナーとして、小学生のお子さんと保護者の方が一緒に料理を作るということをきっかけにして、
お互いに会話を深め、理解を深めるということを狙いに講座を企画しました。講師の先生は管理栄養士の紀藤仁恵先生です。今日は親子で作るクッキングということで、すりおろしたり、それからこねたりというところで、難しいところはお父様やお母様たちにご協力していただく教室にしたいと思います。今回の教室では人参ご飯や鶏の照り焼きなど4品が作られました。では最初に人参の炊き込みご飯を作ります。人参はおろし金ですりおろしていただきます。そしてもう一つツナ缶はポンとお釜に入れていただきます。そして調味料を入れてご飯を炊いてください。2品目は鶏肉の照り焼きです。鶏肉は子供さんに切っていただき、皮目にフォークで穴を開けていただきます。そしてビニール袋の中に調味料を入れていただいた中へこの鶏肉を漬け込んでオーブンで焼きます。焼けた鶏肉はベビーリーフなどサラダ菜でも結構です。付け合わせていただいてトマトを添えます。このほか野菜たっぷりのキャベツのスープ煮とデザートとして子どもたちに大人気となった豆腐入り団子が作られました。なんかね、ママの気持ちが分かったような気がするなかなかこういった時間を作ることが難しいので、貴重な時間が取れたなと思います。室地区市民館の家庭教育セミナー、お父さんありがとうでした。美味しそうな料理でした。お父さんもきっと喜んでくれますよ。続いては豊橋市未来応援奨学金についてお知らせします。平成29年度に豊橋市内高等学校高等専修学校を卒業し、大学などへ進学予定の学生で、保護者が豊橋市内在住かつ経済的な理由により就学が困難な方に対して給付型の奨学金を支給します。支給期間は認定から就学期間終了まで。定員は豊橋市内の高等学校高等専修学校から選抜で各1名、在学中の学校長からの推薦が必要です。支給額は1ヶ月2万5000円です。申し込みは6月30日までに直接申請書を在学する学校へ提出ください。申請書は各学校で配布するほか、ホームページからダウンロードすることもできます。お問い合わせは豊橋市役所教育政策課 0532-51-2819 へご連絡ください。豊橋市は頑張る皆さんを応援します。少しでも気になった方はお気軽にご連絡ください。さて、今週の豊橋ナウはいかがでしたか？来週もお楽しみに。豊橋。